バファローズが逃げ切りました。まもなくヒーローインタビューです。放送席、そしてバファローズファンの皆さん、今日のヒーローはもちろん山本由伸投手です。ナイスピッチングでした。ありがとうございます。今シーズン初勝利、どんな今お気持ちですか？そうですね、もうとにかく嬉しくて感動してます。昨シーズンの中継ぎではなく先発に回っての勝利、やっぱり喜びは違うものですか？そうですね、もう最後点入った時ももう本当に泣きそうになるくらい嬉しかったです。そんな中、今日のピッチング、ご自身で振り返っていかがでしょうか？そうですね、立ち上がりはちょっと不安定になってしまったんですけど、そこからしっかり立て直せたのが良かったです。特に3イニング以降はですね、6イニング連続三者凡退となりました。そうですね、いい流れができたかなと思います。ご自身で今日一番何が良かったですかね？そうですね、もう勝ちたいっていう気持ちが強かったのが良かったと思います。改めて今シーズンは再び先発に回って、今シーズンの目標を教えてください。そうですね、やっぱチームが優勝できるように、いっぱい勝ちたいと思います。では次回の登板に向けて一言お願いします。次も、しっかり勝てるように、また1週間頑張ります。また来週も応援よろしくお願いします。ありがとうございました。今日のヒーローインタビューは山本由伸投手でした。いやー、本当に勝ちたい気持ちというのが現れてます、山本。そうですよね、岩下もね、ここまで1点取ってですね、はい、1対1になって、点取ってくださいという言葉があったじゃないですか、はい、あら本音でしょうね。そうでしょうね。